これは公正中立な第三者委員会をちゃんと設けて、このルールに従ってこの政党助成金を取り扱うことをもって、内閣総理大臣就任を祝う会というのが、1000万円を超えるものでもありません。派閥どっぷり裏金まみれの岸田政権には退陣を求めて。立憲民主党の大西健介氏が質問した2022年6月に首相の地元広島で開かれ、約1100人が出席した内閣総理大臣就任を祝う会に関し、会費1万円で飲食の提供はないことを指摘。さらに、首相が代表を務める自民党広島県第一選挙区支部に主催した任意団体から約320万円が寄付されていたことや、受付、経理などの事務を同団体ではなく岸田事務所が担っていたことなどを挙げ、実態は政治資金パーティーだと批判した。政治資金パーティーであれば、政治資金規正法に基づいてその旨の明記や、政治資金収支報告書への収支の記載が必要になる。大西氏は、任意団体による開催だとしても、収入見込みが1000万円以上になる場合には、事前の届け出が必要であることも強調した。自称は祝う会は、地元政財界の皆さんが発起人となり開催いただいた純粋な祝賀会と認識している。事務局から不慣れだとの相談を受け、私の事務所がお手伝いしたと説明し、政治資金パーティーとの見方を否定した。大西氏はダミー団体をかませば政治資金収支報告書に書かなくてよいとなれば、闇パーティーをやりたい放題だと追及。祝う会を主催した任意団体の代表が、岸田文雄後援会の代表も務めていることを指摘した上で、案内状や会期収支の明細など関連資料の提出を求めた。首相はこれに対し予算委の理事会等の指示に従うと応じた。大西健介君、宏池会解散するって言ってますけども、これは政治団体としての宏池会を解散するということでしょうか。そしてその場合にですね、そこには財産が残ってると思うんですけども、例えば令和4年度の収支報告書を見ると約7800万円の繰越資金がある。これはどうされるんですか。まさか山分けするっていうことじゃないと思いますけども、例えば被災地に寄付するというのも一案じゃないかと思いますが、宏池会として先ほどけじめとして、関係者と諮った上で進めていることであります。けじめとしてこれは解散しなければならないと思っておりますが、その具体的な手続き等についてはまだ今何も決まっておりませんが、ご指摘の点等も含め適切に財産等については処理したいと考えております。適切に処理するというのは国庫に返納するという、今申し上げたようにまだ何も決まっておりません。関係者がこの協議をして適切に判断いたします。先ほど派閥を離脱したはずの総理がですね、派閥の宏池会の解散をしたということについては、自分はその派閥の会長だったからという話がありましたけれども、総理当初はですね、この問題安倍派の問題だと思っておられたんじゃないかと思うんです。ところがですね、最終的にはですね、これ岸田派のですね、会計責任者が略式起訴されるということになりました。で、安倍派ではですね、こう任意聴取を受けた事務総長クラスの皆さんが、これは会長案件だったんだということを言って、会計責任者との共謀がなかったということを言ってるんですけども、同じようにこのキックバックっていうのがですね、会長案件だったとすれば、まさに宏池会の会長は総理あなたですよ。総理は事務的なミスの積み重ねと報告を受けたと、まあ、こういうことを繰り返されてますけども、派閥会長として派閥の会計責任者に責任を追っかぶせて、知らなかったではこれは許されないんじゃないですか。総理自身が宏池会のこの略式起訴されたということについてしっかり説明責任を果たさなきゃいけないんじゃないですか。おっしゃるように、この派閥の会長を務めた者として説明責任を果たさなければならない、当然のことであります。説明責任をこうした、この事態が明らかになってから様々な場で説明を続けていますが、これからも説明責任果たしてまいります。そしてそのことについて、しっかり謝罪した上で、そして、これ派閥を舞台にして行われたことであるからして、関係者と諮って派閥の解消も決断したということであります。ぜひ政治的な責任をこうした形で取っていきたいと考えております。政治的責任を取るってまさに会長はあなたなんですからね、ちゃんと政治的責任を取っていただきたいと思いますし、先ほど来その人事と切り離す、派閥がなんで悪いか、それは人事に影響を及ぼしてきたからだということを繰り返されてますけども、総理がそこに座ってる総理総裁であるのは派閥のおかげでなれたんじゃないですか。そして今の岸田内閣というのはまさに派閥の推薦によって構成されてる内閣であって、私は正当性がない、一旦リセットして内閣総辞職すべきだと思いますが、いかがですか。内閣総理大臣岸田文雄君。
派閥というのは、政策連磨の場であり、そして党の機能を、補完する形で人材育成や若手の育成に当たる、を図る、こうした、自主的な集団であるとされたわけでありますが、しかしにもかかわらず、今回の事案等を通じて、お金と、そして、この ポストのための集団であるという厳しい目が注がれている、こういったことから派閥にとって議論を行ってまいりました。この私が総理大臣であるのは派閥のおかげであるということをおっしゃいましたが、これは間違いなく自民党として総裁選挙等を通じて様々なこの党員の意見を集約した結果であると認識をしております。ご指摘のような疑念を招かないためにも、派閥のありようについて議論しなければいけない。中間取りまとめとして、党の考え方を整理したわけであります。総理だけじゃなくて、岸田内閣の閣僚、それから副大臣、政務官、みんな派閥からの推薦で決めてきたんじゃないですか。で、もう一つ総理先ほどおっしゃったように、今までも派閥をですね、例えば細川政権の時に下野した時の翌年、自民党は、派閥を解散してですね、そして派閥総会もやらない、派閥事務所も閉じるということを一旦やりましたけれども、もう半年後には、政策集団という名前で活動が再開されたと。結局はその場しのぎの偽装解散で、また、ほとぼりが冷めたら元の木阿弥になる。こういうことだと私は思います。で、問題はですね、繰り返してるけど、本質は派閥じゃないんです。で、まず裏金問題の全容を明らかにすべきことが私は先決だと思います。総理はいろいろかっこいいこと言ってますけれども、じゃあ裏金問題の全容をちゃんと把握した上で発言されてるんでしょうか。例えば衆議院参議院合わせて自民党で400人近いですね、議員がいらっしゃいますけども、その中で一体何人がこの裏金を受け取ったのか。総理まずそれ答えてください。裏金ということの定義、これもしっかり確認しなければなりませんが、今、現状で、その政治資金収支報告書の訂正等を明らかにしている議員、これは、この清和会で30名以上、そして、市水会で7名、収支報告書の訂正を、を明らかにしていると承知をしております。今、清和県で30名、市水会で、7名っておっしゃいましたけど、それで全部なんですか？結局、それもまともに答えられないじゃないですか。一体何人が関わったのかと。で、それも答えられないのに、政治刷新本部もへったくれもないと私は思います。で、まずここで政治資金の問題について今日集中審議しようというのに、一体何人が関わったか、それさえ答えられないと。私はもう、それがおかしいと思います。誰がいくら裏金をもらって、そして何に使ったのか、収支報告書の訂正はしたのか、誰が、誰の指示でそんなことをしたのか、これをまず明らかにしてもらわないと議論が始まりません。そして先ほど党の幹部に事情聴取をさせるということを言ってましたけども、自民党全体がこれ裏金に汚染されてるのに、その人たちに事情聴取させても私はダメだと思いますよ。これは公正中立な第三者委員会をちゃんと設けて、例えば、元検事とか弁護士とかそういう人をコンプライアンスに、詳しい人、そういう人を入れて、第三者委員会でちゃんとこれ調査しなきゃいけないんじゃないですか。全部が関わっているんではないかというご指摘がありましたが、これはまずは今、具体的に関わりが指摘されている議員の聞き取りを行うことから今回の事案について把握することが重要であると考えています。私はそれはちゃんとやっぱり公正中立な第三者委員会でやるべきだと思います。それから、前頭的にですね、これ今回この裏金問題長長期にわたって前頭的にこれ組織として行われていた、先ほど来反省の弁を述べられてますけども、私はそれであればですね、自民党は政党交付金を満額受け取るべきじゃないんじゃないかと思います。元理事長の脱税事件であったりとか、アメフト部員の違法薬物事件を受けてですね、日大は私学助成3年間、これ全額停止になってます。本年自民党に交付される予定の政党交付金は160億5300万円ですけれども、総理は今の自民党にこれ全額受け取る資格があると思いますか？今回、まず先ほどの質問で答え損なわれましたが、第三者の目が必要だという点については、ご指摘の通りだと思います。実態解明にあたって、外部の有識者、
に関わってもらう、こういったことも当然考えていかなければならないと思います。そして今の質問について、政党助成金、受け取る資格があるかと、いうご質問でありますが、今回の事案についてはこの、政策集団の政治資金パーティーをめぐって、これがその収支報告書に記載されていない、ことが指摘をされ、処罰が行われた、こういった事案であります。これは、政策集団と、党、これは別組織ではありますが、党としてこれを重く受け止めて、党としてこの政策集団についてもガバナンスを効かせるべきであるということで中間取りまとめを行いました。一方、この政党助成金、これ政党助成金というのは、民主主義のコストを広く国民の皆さんにお願いする民主主義の基盤となる大変重要な制度であります。自民党においてはこの政党助成金については特に厳格に使途を確定し、そして監査を入れて、そして、この疑念を招くような使い方は絶対にしない、こういったルールを作っております。このルールに従ってこの政党助成金を取り扱うことをもって国民の信頼を維持していきたいと考えています。そう言いながら二階さんが幹事長の時は50億もその使途が分かんないような政務活動費配ってるじゃないですか。で、私は総理にはですね、政治刷新とか政治改革をこれを語る資格がないというふうに思ってます。パネルをご覧をいただきたいと思うんですけども、大臣規範というのがあって、それでは大規模パーティーというのは大臣やっちゃいけないことになってるんです。ところがですね、総理は就任以降も、収入が1000万円を超えるようなこういう特定パーティーを、9回この丸つけた部分ですけども9回やってます。で、全部で11回パーティーやってるんですね。で、約2億3700万円を荒稼ぎしてます。で、大規模パーティーやること自体はこれ大臣規範違反ですけども、ただこれは一応収支報告書からこれ拾ってますから、収支報告書に書いてあるんです。問題は収支報告書に記載されていないこれ以外の、闇パーティーが行われた疑いが私はあるんじゃないかということを指摘したいと思います。で、これは令和4年の6月12日、広島市内のホテルで、支持者ら約1100人が出席をして、衆議院議員岸田文雄先生内閣総理大臣就任を祝う会というのが行われました。これ写真で分かりにくいですけど、びっしり、人がいらっしゃいますけれども、これ飲食の提供はありません。そしてお土産として総理の色紙と著書が配られたということですけども、会費1万円ですよ、で、当然これ飲食の提供もなくて本配るだけですから、これ収益が出ます、そしてこの収益からですね、この祝う会が同年9月12日に総理が代表を務めている広島県第一選挙区支部に、約320万円を寄付しています。これを見てもらうと、この祝う会から約320万円の寄付っていうのが書いてあります。でも政治資金パーティー開催事業事業費というところにも、その他の事業費というところにも何の記載もないんです。で、この会はですね、当初1月22日に開催が予定されていたものを一度コロナの蔓延によって延期をしています。で、その時の延期のお知らせという紙私持ってますけども、これの連絡先は岸田事務所ですよね。そして、また受付とか経理も岸田事務所がやってたそうです。つまり実態は岸田事務所あるいは岸田後援会のこれ政治資金パーティーだったんじゃないですか。で、政治資金パーティーであればですね、この催し物は政治資金規正法第8条の2に規定する政治資金パーティーですとか、例えばこれパーティー券とかに書かなきゃいけないんですよね。で、これを明記する必要があるんです。当然政治資金収支報告書にもこの収支を載せる必要があります。で、さらに仮にですね、これ任意団体としての祝う会がやってたとしても、収入が1000万円以上になると見込まれる場合、結果として1000万円に達しなくても見込まれる場合には、政治団体とみなされるためにこのみなし規定というのがあってですね、届け出を事前にしなきゃいけないんです。でもこれ届け出もされてません。つまりこの祝う会というのは、これは政治資金規正法違反の記載に当たる、こういうふうに思いますけども。令和4年のこの内閣総理大臣就任を祝う会については、知事以下地元の政財界の皆さんが発起人となって開催していただいた、こうして純粋な祝賀会であると認識をしています。事務についてご指摘がありました。その会の事務局の方から、振込先の口座開設など、様々な手続きについて不慣れであるという相談を受けて、私の事務所の人間がお手伝いをした、これは事実
であり、そのように報告を受けております。しかしこれいずれにせよ会の主催者は地元のこの政財界の皆様が集まって結成した政治団体とは異なる任意団体であって、私の事務所が会を主催したという指摘は当たらないと思っています。そしてこれ当然実際の収入も1000万円未満であったということであります。ということからご指摘は当たらないと考えております。一人1万円で1100人出てて、なんでこれそれ以外にもですね、これ出席してない人もいますから。ですからこれですね、超える見込みが、収入が超える見込みがある場合にはみなし規定があるんで、事前に届けなくしなきゃいけないんですよ。で、総理はですね、今言われたみたいにこの任意団体としての弱い会がやってくれたやつなんで自分とは関係ないんだってこう言い逃れをされてますけども、でも実態は岸田事務所の秘書やスタッフが総出で受付を行ってる、お金も岸田事務所で会計を管理してると。で、収益の一部は岸田さんの政党支部に寄付されていて、しかもね、この寄付した祝う会の代表の方は取材に対して自分は寄付した覚えないって言ってるんですよ。つまりですね、こういう祝う会のようなダミー団体をかましてですね、そしてこれ岸田方式と言っていいと思いますけども、この岸田方式のパーティーをやればですね、政治資金収支報告書に書かないでいいということになれば、これ闇パーティーやりたい放題じゃないか。みんな収支報告書に書かないで、こういう任意団体をダミーで立ててやればいくらでもできちゃうということになるんですよ。ですからこれは私は違法じゃないんだったらこれ脱法だというふうに思います。これは地元の政財界の皆さんが集まって、この結成した任意団体、が主催した会であります。1000万円を超えているものでは、収益が1000万円を超えるものでもありません。法に従って、行った会であると認識をしております。今ね、1000万円を超えてないとかいろいろ言われてますけども、これ、さっきも言ったように1100人出席しているというけども、会費を払って欠席した人もいるので、経費を差し引いた収益が、これ322万円ばかりになるとは、ばかりじゃないと私は思ってるんです。じゃあその差額一体どこに行ったのか。ね、それも不思議です。ですから、これ祝う会の代表として、この収支報告書、皆さんのお手元にある収支報告書に名前が載ってる方はですね、この方は岸田文雄後援会の代表も務めておられる人です。ですから、総理ね、お願いして、この祝う会の案内状、私コピー、ここに写真は持ってますけども、祝う会の案内状とかですね、会費の収入支出の明細、こういう関係資料を、提出していただけませんか。はい、理事会等の、指示に従います。総理はですね、今日私申し上げましたけども、まあ派閥解消とかかっこいいこと言ってるけども、自分がその派閥の会長だった。で、ずっと2年以上辞めないでいたわけですよね。それから岸田内閣自体はその派閥の推薦によって成り立ってる、そういう内閣ですよ。そして政治資金規正法の改正だとかなんだとか言ってますけども、まずはまず全然実態さえご自身は把握をされてない。その上、穴を塞ぐ政治資金のこの問題の法律の穴を塞ぐことを今やろうとしてるけども、穴を自ら作ってるじゃないですか。脱法行為で自ら穴を開けようとしてるじゃないですか。こういうことをやってる人に私は、政治資金のこの刷新とかですね、政治刷新とか政治資金の問題を語る資格はないというふうに思います。総理になって2年以上宏池会の会長に居座り続け、誰よりも派閥の恩恵に預かってきたのが岸田総理じゃないですか。派閥どっぷり裏金まみれの岸田政権には退陣を求めて、私の質問を終わりたいと思います。ありがとうございました。